日本的木芥子现在大致可以分为两种，一种是以东北地区为中心制作的，拥有瘦长型身躯的传统木芥子人偶，另外一种则是充满原创造型，极具现代创意的近代木芥子人偶。在近代木芥子当中，作家独一无二的作品被称为创意木芥子。创意木芥子充分展现了日本的细节之美，深受外国人喜爱。群马县的社川市是日本屈指可数的创意木芥子产地。世界中のどういう国の人でも何か心に留めてくれるっていうのはやっぱり木の持つそのなんていうかねあったかさ、職人によってこう丸く削られた本当に素朴なあの人形なんだけども、それが魅力なんですね。创意木芥子的制作需要经过切割、取材、造型、打磨、绘图、组装的一系列工序。在这一系列的过程中，创意和技术相结合，最终完成了一件传统工艺品的创意木芥子。作ってるところを見せる、それが一番大事なことかなと思いますよね。渋川市で協力隊員の制度を作っていただいて、で、あの二人今ね、あの来てくれてるので、こけしに前向きにこう考えやってくれる人でね、で器用さも持ってて、で、もう自分でこうある程度教えたことがもう身につきまして、そういう伝統的な技術をできるだけこの、大勢の人に。伝えることができたらと思います。結局多分いつまでたってもゴールにはいかないんでしょうけど、作っていても楽しいですし、見ていても、まあ、知れば知るほど楽しいっていうのもありますし、まあプラスチックにはない温かみが木にはあるので、そういうところが魅力かなと思います。在社川市每年会举办在全国也非常少见的比赛形式的全国创意木芥子美术展in社川的活动。在这个展览上，可以近距离感受到创意木芥子的纤细、美丽、柔软以及可爱的各种魅力所在。在社川站前广场二楼的社川创意木芥子艺术画廊里，也有创意木芥子的固定展览。在这个全国第一个创意木芥子的艺术画廊里，有包括现代大师所制作的作品在内的社川木芥子人偶会的作品展示，一定能够充分感受到这项传统工艺的魅力。创意木芥子的产地社川市，起源于日本，制作于日本的传统木芥子人偶，请一定来日本最中心的社川，感受一下这项传统工艺的魅力。